はい、皆さんこんにちは。ワンネルグルイシです。では、This is the Police の27日目、8月10日土曜日、プレイをしていきましょう。新聞チェックからですね、霊柩車と救急車の衝突、関係者全員死亡。救われないな。個人用に購入のぬいぐるみ、毒成分が検出。なんかありがちなニュースですね。酒類の価格60%上昇。これはきついな。ツイッターとかの方、僕のツイッターの方を見ていただいている方にはご存知かもしれないんですが、今、ちょっとね、そのダイエットというか肉体改造をやっていて、お酒もだいぶ控えてはいるんですけど、もともとお酒自体は好きなんでね、60%も上昇されるとかなりきついな。じゃあ、仕事に行きましょう。60%の上昇って相当ですよね。モーザとシャローが食中毒にかかり5日間ほど入院。5日間か、厳しいな。刑事が2人抜けると。で、モリス、昨晩ゴミを出しに行くとたまたま漆がぶれを起こしてしまったの。漆かぶれですね。今朝になって足に水ぶくれができているのに気づいたんです。深刻な症状ではないのですが、念のため医者に見てもらおうと思います。まあ、これはいいよ、言っておいて。で、レイグッド、昨晩家が火事で全焼してしまったんですが、父がまた中にいたんです。その心の整理をして葬儀の手配をしなければ。今日は、いや、これはもう全然休んで。で、バーディ、今日は二日酔いでまともに仕事ができない。ふざけんな。結局今日は4人で対応か。やってくれるね、シフト A も。シフト A もやってくれるな。結局少ない警官しか送れなくなると警官が死ぬリスクが出てくるんで、まあ、もちろん事件が解決できないっていう可能性も高まってくるしね。できるだけ警官の数は出したいんだけどな。クックの装備を行いましたと。で、自動小銃の金。早速トウモロコシ記念碑で破壊行為、さらに自殺予告も起きていると。トウモロコシの記念碑、年配の女性からフード付きパーカーを着た子供たちが近所にある記念碑に下品な言葉で落書きをしたと通報があった。これはキング、ちょっと一人で行ってきてくれ。これくらいはさすがにどうにでもなるだろう。で、自殺予告の方はというと、10代の少女が超高層ビルの警備員の目を盗んで屋上へと向かい、現在屋上の端に立っている。警備員は警察に通報し、どうすることもできないと話した。彼女は本気で飛び降りようとしているようだと。そしてホワイト、説得してこい。まだ死ぬには早い。はっきり言ってね、楽しいことがいっぱいありますからね。僕も35歳になりましたね。また自殺予告？トラックドライバー10台の照明が橋の中央に設置してある安全柵によじ登るのを認めた。ドライバーは少年を呼び止め説得しようとしたが、少年は感情的になって叫ば、それ以上近づくとここから飛び降りる。よし、じゃあこれはマリニアック、説得してこい。少年よ、これから楽しいことがいっぱいあるぞ。やっぱりね、何をしてる時が一番楽しいかっていうと、いくつかあるんですけど、まあ、やっぱり、ね、奥さんとなんかしょうもない話をしてるっていう時も楽しいし、まあ、女を抱いてる時もね、楽しいんですよ。声のとおり、ちょっと小さくしました。で、スキップ、逃げられてるぞ。違う、キングだ、キング。逃げられてるぞ、少年に。落書きをしてる少年にすら逃げられるキング。さらに自殺予告の方はというと、まあいいでしょう、少女が無事だったならそれでいい。で、少年の方はというと、捕まえたか、よかったよかった。少年よ、これから楽しいこといっぱいしなさい。ね、ひき逃げ事件。黒いトラックが歩道に猛スピードで突っ込み、スケートボードをしていた2人の若者をはねたと通行人から通報。スピードを落とす気配はなかった。トラックは不運な若者を吹っ飛ばしてそのまま直進していったと。酔っ払いか。これはきっちり取り締まりましょう。ということで2人出します。そうこうしているうちにマリニアックとキングが戻ってくるでしょう。で、動物への暴行事件、
男性から不可解な連絡。仕事から帰宅すると巨大な猫が玄関先に座っていてしゃがみ込み、姿勢で今にも攻撃してきそうだという。男性はその猫はティラノサウルスのようなうなり声を上げていると口ごもりながら話した。これ無視だな。で迷惑行為。どうして逃げ事件の方は応援が必要か。じゃあここはホワイトを出しましょう。で迷惑行為の方はというと、年金受給者が窓の外を眺めていると裸の集団が通りを走っているのを目撃。困惑したその女性が隣人に電話してみたところ、その隣人も同じ光景を見にしていた。これ裸の集団の中に女性が入ってるかどうかですよね。女の子が入ってるかどうか。入ってたらね、むしろ奨励しちゃいたいぐらいだけど、まあありえないな。フリーバーグってなかなかクレイジーな街だよな。でひき逃げ事件の方はというと、犯人に逃げられたか。まあ警官に死人が出なかっただけよしとしましょう。まあこれはね、誤報というか勝手にやってくれやった話だよな。で迷惑行為の方はこれ犯人に逃げられたか。警官の数がもうちょっといればね、もう一人ずつぐらい警官を配備して厚みを持たせた余裕のある陣容で事件解決に当たらせるんですけどね、なかなかそうもいかないのが現在のシフト A の状況ですね。でサンド一家からのヘルプ要請。3人も出せて、サンド氏の客がフリーバーグを去るところなのだが、それを聞きつけた敵どもが経路を把握して待ち伏せしていた。襲撃されて銃撃戦に発展しているから、できるだけ、公園を送ってほしいと。なるほど、増援が欲しいわけだ。さあもうこれで終わってくれ。サンドイックからのヘルプ要請か。もう警官がいないぞ。数が、警官の数がいない。3人は送れないよ。どうやらボルガが怒り狂った手下どもを送り込んできたらしい。奴らはアイスリングの外で我々の仲間と乱闘騒ぎを起こしている。すでに乱闘には数十人が加わっている。いやー、3人いない警官が。30秒の間に戻ってきたら送りますけどね。30秒の間に戻ってこれるかな。半分まで来ましたね。で、不法集会が起きていて、さらに器物破損も起きてる。いやー、これはちょっとどの順番でいくかだな。まずは3度に、警官を送りましょう。3人で、まずは不法集会の方なんですけど、ここはスワットチームを送りましょうか。白いキャップをかぶった群衆が市役所の外に集まり、人種差別と奴隷制度が存在したフリーバーグの古き良き時代を取り戻そうと抗議している。いや、なかなかだなこれ。人種差別と奴隷制度が存在したその時代を古き良き時代と言っていると。なるほど。さらにリボルバーを所持している者もいるか。じゃあこれチンとスワットチームを送ります。そうすると器物破損、ミニマートの方には人が送れないと。年配の男が意図的に野菜の代をひっくり返したが弁償に応じようとしない。スーパーの支配人であるソフィア・フランコから通報と。ちょっとこれは申し訳ない。当事者間で解決してくれ。どうしようもない。警官の数がいないんだもん。文句があるなら警官の数を減らした市に行ってくれ。ひき逃げ事件の方は新しい写真はないと。で殺人の方はというと、何バナーが命を落としたか。また殉職者を出してしまいましたね。いやー、応援出したいけどな。古き良き時代を取り戻せって騒いでるリボルダーを持った集団ですよね。人がいないんで無理だ。死んでないことだけを祈りましょう。おお、犯人捕まえたじゃん。オッケーオッケー。
さすがチンだな。じゃあこれで勤務を終了していきましょう。戦争終結。ウィクスボルガは戦に敗れた。彼の元で働いていたギャング軍団は解散し、ウィクス本人がどうなったのかを知る者はいない。どちらにしても彼がこの町に足を踏み入れることは二度とないだろうということで、まあ、散々サンド一家にね肩入れしてきたんで、ようやく肩がついたか。いや、戦争が終結してよかった。はい、というわけで次回は28日目プレイをしていきたいと思います。というわけで今回はね、戦争終結という、ま、はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。